はい、社長。人生で一番事故に遭遇するのはタクシーに乗車中。よろしくお願いします。ほんまっすか。ほんまにそうっすよ。一回あるんで普通に。あるんすね。さあ、今日僕あれなんですよね。なんすか。いや、ちょっとテンション低い、わかりません。いや、まあまあ、なんとなく。まあ、ゆうたくん試したっていうのもあるんですけど、はいはい、まあ、ひかるさん帰ってから、すぐに壁紙を、あ、はいはいはい、まあ、一流なら言われる前に気づくとか、はい、そういうの言ったんですか。はい、もう俺その時にうっかりしてて、その大塚家具さんに行った時にもう忘れたっていうか、これっすよ、家具っすよ、家具。あー、ないっすね。家具ないでしょ。ないっすね。家具いるじゃないですか、絶対いりますね。それは絶対いるじゃないですか。はい、はい、それ家具、まあ今ラバさん大阪の TA のジャムおじさんのところでジャムおじさんのところでちょっとパン工場行ってるんですけど、まあ、ノアさんとかといろいろやってて、まあ整形をちょっとしに行ってるんです。で、まあその今もう大阪行ってるんで、正直もう東京自体に僕だけなんですよ。あ、はいはいはい、はい、東京自体に僕だけなんで、はい、やりたい思うんですよ、正直。でも今からゆうたくんにまたお願いして、大塚家具さん撮影またお願いしてるんで。あ、はいはいはい、家具買いに行きます。あ、なるほどなるほど、はい、ほんで今日買って、まあ僕多分すぐ終わるんで、買い物とか、はい、5分とかですかね。え、勝手に買うってことですか。あ、買って買います。あ、僕知ってますよね、経理とか、まあ、自由に使える金1000万円とか。あ、お金も普通に持っていくんで、現金で払うんで。カードはさすがにあれじゃダメですか。はいはいはい、もうその金系に関して僕ほんま握ってるんで、自由に使っている金もあるんで、まあ、それを持っていって、そのまままた大塚家具さん行って5分ぐらいで済まして、今日中に搬入してもらおうかなっていう感じです。なるほどなるほど。で、ラバさんも帰ってきた時にも揃ってる感じですね。はい、で大阪が、まあ、数日行ってるんで、はい、まあ、その数日の間に、まあ、壁紙も完成して、はいはいはい、で、まあ、そのラバさん帰って、まあ、その壁紙もちろん喜んでもらえるじゃないですか。はい、で、その後にまた数日、まあ、家具搬入して、はい、で、まあ、それでまた喜んでもらうっていう、このダブルで嬉しいっすね。嬉しいっすよ。でも買い物5分で終わるんですよ。買い物はすぐ終わるんです、僕は。僕もすぐ行くんで、こう、これって多分なると思います。多分結構そういう感じでいつもやってきてるんで。はい。まあ、早速もう行きますか。あ、そうっすね。はい。まあまあ、大塚さんにもちょっとね、ご迷惑かかるといけないんで、そう、すぐ行って、もう買い物してちゃってやって、もそれだけ今日は。そんな感じで、すみません。行きますか。はい。行きます。はい、どうも、サンちゃん。サンタクロース信じてるやつ、アホ。よろしくお願いします。久しぶりです、なーちゃん。久しぶり。よし。なんで？この間なんか動画で、アメリカやったら普通ですよっていうのもやってたから。あ、はい。ごめんなさい、ごめんなさい。めっちゃ変わんないじゃないですか、もう。ガチで出るのやめてくださいよ。出れてない。今日なんですけど、ごめんなさい、ちょっと今日臨時のカメラマンでよろしくお願いします。今日なんですけど、まあ、ちょっと僕撮影で、また撮影協力で、TA クリニックなんですけど、大阪に来てまして、ちょっとまあ、二重を以前やったんですけど、評判はこれ良かったんですけど、まあ、ちょっとそれ以外が、まあ、見えてないんで分かんないと思うんですけど、まあ、見てる人からしたら、ちょっと物足りないんじゃないかって、やっぱ言われてて、うん、はい。どうだ、緊張する？初めて会った時思い出すんですけど、可愛すぎんねんけど、マジで。どうなんですか、僕、まだやった方がいいんですか？物足りない。どこやっても一緒じゃない。どうしようかなと思って、さあ、皆さん、顔見えてないんであれですけど、目以外も、ちょっとまあ、ご指摘いただくことが多いんですよ。まあそのやっぱりね、ノアさんに告白してもそうですし、なかなかそのキャバ嬢からの夜行ってからのそのゴールを決めきれないんですね、うん、アシストばっかりの性格が良すぎて、アシスト顔よりずっと性格先の方がいいと思う。性格良すぎてアシストばっかりなんですよ、僕。でとりあえず、まあ、見た目を直せるということで、まあ、ティークリニック今日来てちょっと直していきたいんですよ。で、僕最近ちょっと聞いたんですけど、バッカルファット。あ、ノアもやった。あ、ノアちゃんやったんですか。シュッとしてますもんね。ちょっとちゃんと、かわいい。ほんと、ノアちゃんほんま可愛いっす、マジで。マジでキモい。ほんまに嫌うのやめてもらっていいですか。それほんまに撮影以外に嫌うのやめてもらっていいですか。バッカルハットっていうのやると、どうもこのたるみが取れるとって聞いたんで、まあ年齢的にも若くなるし、まあ、見た目も良くなるということで、ちょっとそれを今日撮影協力ということで、はい、普通に僕お金払ってやってますからね、これ、はい、ということで今からそれをやって、いつものね、ノアちゃんはね、僕の顔知ってるじゃないですか。あ、ブス。ブスなんですけど、ブスなんですけど、はい、それが、まあ、どうなるかっていうノアちゃんのリアクションで、とりあえず今からカウンセリングして、でもそれやって、あとリフトもやっていこうかなと思ってます。まあでも僕1年ぐらい経つんで、もうそろそろリフトもやって、バッカルファットとリフト両方やっていきます。ちょっといいですか、お付き合いいただいて。なんでついていかなかったの。大阪って言ったら今はもうノーちゃんなんですよ。みんな大阪来たらアホみたいにグリコの前で写真撮るでしょ、あれも古いんで、はい、もうノーちゃんと一緒に写真撮るのがもう今は大阪ですから、めんどくさ。ということで、よろしくお願いします。カメラも無視なん、俺のこと。ずっと無視なんか。そうかそうか、まあ本当ポンコツなんですね。まあ、行きましょう行きましょう。ちょっとやめてじゃないですか。離れて歩いてよ。どうぞ。上ですからね。はい、行きましょう行きましょう行きましょう。
ちょっと来ました、うん、いいですか、うん、申し訳ないですよ、忙しいところ忙しい、マネージャーなんですね、どこでしたっけ、ダンスダンスですダンスのシングルドラマね、マネージャーになってるということで、ね、お店の毎日いるんでしょ、いる、ぜひバレた、見てくださいね、ちょっとじゃあ、行きますか、はい、ということで来たのが大塚家具さんですね、はい、もう高級家具屋さん、高級家具屋さん、はい、で、もうこれを買っていこうかってことなんですけどまあご存知、はい、ラファエってもう単純にエロいんですよ、エロいですね、下心が服着て歩いてるみたいな感じででもエロい家具、ワインレッドみたいな、多いみたいな、そうですね、そうですよ、はい、それしか選ぼうとしないんですよ、はい、でめっちゃダサいん で僕がもう選んでいこうっていう、はい、まあ、経理もそのオープニングだったんですけど、はい、1億円ぐらい自由に使っていいって言われてるんで、1億やばいですね、はい、でまあとりあえず1000万あれば多分足りるんで、はい、はい、とりあえず今日買っていこうなって感じです、ね、はい、もう早速いきますか、はい、はい、それやばくないですか、なくなったらやばいんじゃないですか、1000万、まだ9000万あるんでやばいです、ちょっとお久しぶりです、よろしくお願いします、はい、じゃちょっと鏡持ってもらっていいですかね、はい、リフトアップしてからちょっとだいぶ時間経って1年ぐらい経ってます、そうですよね、はい、で多分ダイエットとかしたからだと思うんですけど、はい、この辺もたるみがまた出てきてる、あ確かにこの辺が、のーちゃんどうなんですかこの辺のたるみって、年やなシンプルに治らないじゃないですかそれ、年は治らないですもんね、まあ治せるないですか、はい、1年ぐらい経ってますからやっていただいて、はい、で、あとはね、やっぱりここにちょっとバッカルファットという脂肪が溜まっているので、はいはい、今回は口の中から脂肪を出して、はい、大体卵の黄身ぐらいのサイズの脂肪なんですけど、それ出した上で、また顎下から5本ぐらいずつでこうピュッピュッと上げていきましょうか、はい、そうすると、ここがこけて、こうキュッとするってことですか、こけはしないですけど、こけたらまずいんで、こけないようにあ、そこもたつきが取れていくという感じですか、はいはい、僕こんな顔してたんですね、なんか顔見ると恥ずかしいです、鏡あんまり見ないんで僕普段ここね、やっぱりたるみがちょっと出てますね、相変わらず笑ってくれないですね、笑わないですね、仕事ですから、仕事です、はい、どのぐらいかかるんですか、大体時間、時間30分から1時間、あ、そんなの時間ですか、だって終わってから30分固定があるので、はい、口の中にガーゼ入れて固定しますので、ちょっと、はい、それなんかリスクは別にないですか、なんかそ大丈夫です、あ、本当ですか、じゃあちょっとそれやりたいですね、じゃあそれでいきましょうか、いいですか、ちょっと付き合ってもらって、もしかしたら待っとかなかったいや、そうです、いや、そうですよ、のーちゃん終わった顔見てもらえないみたいなんでめっちゃだるいやお願いします、はい、どうですか、いいですか、お願いします、はい、じゃあお願いします、お願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで来ました、大塚家具さん来ましたね、すごいですね、もうすごい、早速行きますか、前回もね、お世話になってるんで、あ、すみません、すみません、はい、一番仕事にできる大木塚さんいらっしゃいますでしょうか。すみません。お願いします。それ伝わるんですね。いやもう伝わります。すごい話の分かる方で、はい、お世話になってるんで。あ、すみません。お願いします。ああ、すみません。こんにちは。すみません。これ感じます。すみません。今日家具を買いに、はい、あこれで、あ、家具買いたい。はい。ソファー買いたいんですけど、一番高いソファー。すみません。あ、いや上のフロアになります。ああ、本当ですか。わかりました。すみません。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は胸の上に清潔な布を着ますので、どのぐらい清潔なんですかこれ。これめちゃくちゃ清潔です。本当ですか。ちょっと触ってみてください。ああ、確かに。これちょっともう一回変えますね、これ。マジですか。天皇陛下のお付きの人みたいじゃないですか。本当に変えるんですか。すごい徹底してますね。バッカルファットって、はい、やっぱりいいんですか。どんな感じなのか初めてです。すごいいい。やられました。やりました。え、すっごいやりました。顔見ていいですか、はい、すっごいやりましたってもう一回言ってもらっていいですか顔見たいです、顔見たいです、めちゃめちゃちっちゃくなりました。ちょっと本当に見たいです、今見ていいですか今、はい、すごい、先生ちょっとお呼びいたします、はい、はい、お待ちください。あーすごいですね、ここ何があるんですか。はい、このフロアですね、一周を通して、まあはい、世界の高級品なので、とまさにいいところですね。すごいっすよ、大塚家具さんでね、その撮影できると思わなかったんで。すごいっすね。すみません、ま、ここ一番広いんですか、有明の。あ、そうですね、もう全体で一番広い。あ、そうなんですか、はい、早速じゃあすみません、高級なところを案内していただいていいですか。世界最高のもの、あ、ありがとうございます楽しみ、よっしゃ、全部高級品なんですもんね。全部高級ですね。すごいっすね。こっからがもう一番の高級ラインになってまいります。一番高いのはどれですか。こっちなんですね。あ、一番高いのこれですか。これです。じゃあこれください。うわ
あ、これで、マジで、これで、はい、これで。てかもうちょっと面倒くさいんで、このカーペットの上に乗ってるやつ全部で、はい、これめっちゃかっこいいんで。あ、はい、いくらですかこれ。これ300万です。300万。あーと、これやば、100万、これで30万。なんかずっと、まあ、僕動画見たんですけど、全部着てらっしゃったじゃないですか。あ、そうですかね。はい、あの一応あのラファエルがずっと超えたい。あ、なるほど。はい、全然そんなランチもないと思うんですけど、はい、そういうと思ってるんで、はい、これ多分合計多分超えてると思うんで、はい、本人も褒めてもらえるかな。あ、なるほど。はい、これ本当に世界最高級。あ、最高級ですか。はい、最高ですね。ほんまラファエルがちょっとアホで、なんか家電量販店行っても、はい、一番高いやつくださいって言うんですよ。性能関係なくて、一番高いのが性能いいと思ってるんで。はい、じゃあ多分です。あ、もうこれです。どうしようかな。机ですね。机ですね。はい、食卓のテーブル。あ、食卓のテーブルみたいな。はい、はい、ありました。こちらですね。じゃあお願いします。お願いします。はい、緊張する。ショートマックスにしてください。はい、結構聞きにくい子なんで。大丈夫ですか。はい、ちょっと口開けてくださいね。はい、眩しいですか。みんなもガーゼ乗せます。はい、今口結構メイク開いてる状態ですね。はい、始めていきます。あれ、はい、これ見たことあるんです、動画で。これいくらですか、これ。ちなみにこれ300万。あー、300万ですか。あ、じゃあ合計買ってます。買ってますね。合計買ってるんで全然大丈夫。あ、はい、ご覧になりますか。いや、大丈夫。あ、大丈夫ですか。はい、はい、とりあえずもう1000万あるんで全部使っていきたいんですよ。あ、はい、わかりました。全部ですね。はい、わかりました。お、いいっすね、あの奥のやつ。大理石ですね。あ、大理石ですか。はい、典型的ななんかもうそういうの好きなんですよ。もう一番いいやつが。そう、あ、こちらですね。もう終わってますからね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、リフトアップの方と、はい、口の中のバッカルファットね、しっかり取ってありますんで。はい、はい、で30分固定してください。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、口元の中にガーゼをさせていただきます。はい、ガーゼはどのぐらい入れるんですか。ガーゼはあの30分ほど固定しますので、はい、ちょっと固定具お持ちしますね、このまま。はい、はい、お待ちください。あっという間に終わるんですね。あっという間に終わります。なんかこうぼーっとしてるまま終わりました。今なんか起き上がるシーン、なんかターミネーターっぽくなかったですか、イメージ的に。あ、大丈夫です。はい、一人ごとなんで。で、今度はちょっと固定をしていきますので。で、30分このままなんですね。そうなんですよ。お帽子取ってもいいですか。あ、いいです、いいです。工場長みたいなやつですね。ジャムおじさんの見習い。確かになんか別に痛くないっすね。そうなんですよ。思ってるよりそんな感じじゃないっすね。そんなあっという間のぐらいはこんな感じなんや。今のあってなんですか。失敗した時の声ですね。あって失敗した時の声ですね。大丈夫ですか。耳がね、ぶっかかりにくいですよ。ああ、そういうことね。はい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 、はい、あ、全然いい感じですよ。あ、結構グイグイいきますね。結構ズーズーしいですね。なるほどなるほど。これで30分固定です。あ、OK です、30分。はい、一番。うわー、すごいっすね。めっちゃ良くないですか。めっちゃやばいです、これ。うわー、これかっこいいな。これいくらですか。テーブル50万。あ、テーブル50万。じゃあこれと、椅子もこれ、あ、別売りですか。別売りです。あ、別売りです。じゃあ椅子4脚ください。あ、これで。はい、このセットもらいます。はい、ありがとうございます。好みっぽいんですよ、ラファエル好みっぽいんで。あ、はい、全部イタリア製になります。あ、本当ですか。はい、もうそういうの多分分かってないんで大丈夫です。あ、好きそうなんで。あ、かっこよければいい。あ、かっこよければいいって。高ければいい。はい、高ければいいって言うんです。じゃあこちらで。わかりました。じゃあこれと、そうですね、さっきのと。はい、とは寝室ベッド。ベッドが、はい、欲しいです。一番高いのありますか。あ、もう一番高いの。一番高いの。はい、お願いします。はい。あれ、ベッドって買ったばっかりじゃないですか。ああ、全然関係ないです。関係ないです。いいですか。はい、そういうの関係ないですよ。はい、先生、ありがとうございました。あっという間で、もう意識もだいぶ戻ってきて、はい、いい感じ。ちょっと、どうなんですか。まだ腫れてる。そうですね、パンパンに丸顔になってるんですけど、ここから腫れが引いてくると思うんで。アンパンパンにされたのかな。ハンちゃん、ハンちゃん。ジャムおじさんにアンパンパンにされたのかな、これ。これリフトもやっていただいたんですね。そうですね。あっという間でしたね。30分ぐらいで。これもうだんだんシュッとしてきて、はい、感じになってって感じで、はい、確かにここ僕あの内側噛むことが多いんで、ちょっと不摂生して太ったりしたら、多分そういうのも多分なくなってくるから。そうですね。はい。何面白いですか。ハム太郎みたい。めっちゃ可愛いじゃないですかそれ。でどうなんですか実際。良さげですか。いや、長さんさいつも思ってたけどさ、はい、どこ直してもさ、はい、性格やからやっぱり。性格だってことですか。性格が悪いから、はい、どこ直しても多分一緒。うんうんうん、
さんの性格じゃあ直してもらっていいですか。あ、無理ですね、それは。無理ですか、性格は。そうですね。あ、さすがに無理ですか。わかりました。じゃあもう今日はもうこのまま帰りますので。はい、はい、もう今日は東京の方ありますんで。じゃあ飯でも行く。いや、てかなんでそんな慣れないし。なんでなんで。全然行きましょう飯。あ、今日ちょっと予定が。なんでなんで、誰なんですか。また嘘だ。え、俺大阪まで行ったんですか。東京が呼んでる。今日も東京帰りますんで。このお疲れ様でした。こちらがベッドボナーですね。すごいですね、収入がすごいですね。最上位は向こうになります。エアリア、こちらこれですか。わー、すごい。最高のマスです。これください。見なくていいですか。あ、全然見なくていいですか。これ大丈夫ですか。いいですか、いいですか、はい、これちなみにいくらですか。これで250万で、キングサイズだと300弱します。あ、300。キングで、キングで、はい。なんかそういうの弱いんですよ。キングっていうのがよく分かってないんですけど、キングっていう王様的な、はい、ワードで多分多分やられると思うんで。キングスダウンのキングサイズですね。あ、そうです。あ、じゃあこれにします。いいっすね、もうそれで。わかりました、ありがとうございます。で、1000万ぐらいで足りますかね。ギリギリですね。はい、じゃあ大丈夫です。はい、はい、じゃあもうこれで、すいません。本当に大丈夫ですか。あ、決定で、はい、はい、大丈夫です。本当に寝心地は。あ、全然大丈夫です。はい、僕寝ないんで。あ、入って数十分ですよ、まだ。あ、全然全然いいですか。ラファエルは1日3時間ぐらいしか寝ないんで、もう基本オブジェになるんで。あれで多分完璧、喜びますね。はい、じゃあついでに一番いい掛け布団も買っていきましょうか。あ、そうですね、もう鍵触ってください。あ、触らなくていいです、これください。あ、マジですか。マジですか。全然、はい、これのキングサイズを。これのキングサイズ。わかりました、はい、ありがとうございます。すみません、大木塚さん、前回引き続きありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。あとは搬入だけですよね。そうですね、はい、はい、前回のも気に入ってたんで。あ、本当にご満足いただいてましたか。あ、もうめちゃめちゃ気に入ってました。あ、よかったです、はい、ありがとうございます。もう最高でした。皆さんも大塚家具さんでぜひ家具買っていただきたいと思いますね。ぜひお待ちしております。すみません、じゃあこれで。あ、はい、頂戴します。あ、お釣り大丈夫です。あ、カンボジアに移動作ってください。あ、はい。もうそれだけです。はい、ありがとうございます。はい、ということで家具の搬入が終わりました。これっすよ。あー、いかついな、これ。これって選んでいたやつですね。めっちゃ早かった、その決めるの。いや、早かったですよ。だってもうこれ良くないですか、やっぱり。いや、これめっちゃいいっすよ。これ組み合わせだってそのまま買いましたからね。これ、オットマン。これいくらでしたよ、これ。これ、覚えてないです。覚えてないですけど、オットマンってことは覚えてます。これが大理石で、これ喜ぶでしょ、普通に喜ぶでしょ。で、大塚家具さんで一番高いやつですよ、これ。いくらでしょ。いくらって、600? え、そんなにしましたっけ。600? あ、覚えてないです、覚えてないです、覚えてないです。ただ一番高くて、フェラーリと同じ革使ってて、みたいな。うわ、総額でいくらですか、これ。総額で、ベッド入れて1000万ですね。1000万、はい、1000万1000万っす。まあ、何倍でこれも買ってますからね。確かに確かに確かに。こんな工事も入れてますからね。喜ぶっすね。ですけど、壁紙の時もやったんですけど、まだ工事中で映ってたんですけど。いや、これ喜ぶでしょ。これは喜ぶっすね。で、言ってましたよね、あの時ソファどうしたって言ってました。言ってました、って言って、あの時悲しそうな顔見ました。確かに言ってますよ、これ。これは嬉しいっすね。まあ、言うてここ住んでないんで。でもラバーさん、もったいないっすけどね。そうっすね、もったいないっすよね、ほんま。マジもったいないっす、これ。いや、向こうもずっといるんでね。まあ、とりあえずこう撮影部屋でもう僕とか居心地のいい感じにしたくて。これもう言うて、まあ、ラバーさん来るんで大阪行ってるじゃないですか。はい。でも顔の付け替え終わるんで、ジャムヨさんのとこで。もう言うて帰ってきます、新しい顔になって。かけたろかな。まあ、言うてる間に帰ってくるんで、もう置いて隠れときますが、はい、あ、オッケーです。まだまだまだなんか叫んで、おいって言うんで、それで合図で出てきましょう。
はい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 、お前ってお前もしんどいって、もう整形して笑ったら顔見ちゃいねんて今マジで。ダウンタイムか、ダウンタイムやってマジでほんまに。バッカルファット、バッカルファットで伊藤やってきた。15歳若くなって0歳になったけど、お前らほんまなんなん、お前さマジでさ、ていうかさ、はい、アフガニスタンの市街戦までやってるしマジで老害げつないんですけど俺。いやいやいや、アフガニスタンになってないけどでもお前さ、ちょっと死んだ気持ち疲れて帰ってきたって何なんもマジで、何なんこれ、何なんだこれ、オットマンっていうやつですよオットマン、それは見たら分かります僕でもそんな僕でも分かりますけど、分かりました。お前さ、お前まず壁紙勝手に書いたやろ家、まあ、大体俺ここ住んでへんしな、ほんで言うとそうっすよ、うん、ソファーがないどの方で言うて、お前買うなよだから勝手に、撮影でしか使えへんやろこんな家。撮影にいるじゃないですか、ソファーないなって言ってたんですかね。言ってますね。お前それ分かんないけどさ、お前これニトリとかでええやろ、どこのどこのやろ、見るからに高いやんけお前こんなもん。これ分かりました、さすがっすね、さすがよ、見るからに高いやろお前この顔。大塚家具さんでしょ、出たキモ大塚家具さん一番高いっす。えぇ、ー、これマジっすよ、いやマジっすよね、安くしてや社長ほんまに。これ一番高いやつ、はい、フェラーリとかと同じ顔なんですよ。は、はい、確かにフェラーリっぽいけどこれもこれもこれお揃いっす全部ガチ一式買いました。ちょ待って、お前これえこれも大塚、いや全部そうっすよ、ここあるやつ全部そうっす。え全部っつうの、お前こんな机で椅子だけやん、ね、お前ほんまこれ全部でお前いくらすんねんお前これ。え何もしたか覚えてないですけど、1000万おろしてって、うん、帰り2人で吉牛ギリ食えたぐらいっす、ね、キモいってキモいって1000万とかかってんすよ、1000万いってないから1000万もいってないですから、それはもう1000万やないや、何なんこれ、いやめっちゃ選んだんすよ。一番高いのはどれですか。こっちですね。あ、一番高いのこれですか、これです。じゃあこれください。うわこれいくらですか。テーブル50万あ、テーブル50万、じゃあこれとじゃあついでに一番いいかけうどんも買っていきましょうか。あ、そうですね、はい、もうかけ触ってください。あ、触らなくていいです、これください。いや、何なんこれ、いやめっちゃ選んだんすよ。キモいってめっちゃ嫌なんだよ、ちゃんと。いや、めっちゃ嫌しい。お前これでいくれ、ほんで、客に。いや、わかんないって言ったですか、だから。何やねん、わからんって。それで、だって、見ずに買いましたもん。お前、ほんま、なんなん、これなんなん、この椅子。誰しとあるん、これ誰しとあるん、なあ。いや、誰でもいいじゃないですか、そんな。めっちゃ暗いからし、安定せえへんよ。全然落ち着けへんよ。いやいや、快適っすね。こう、お前、値段わからんの、これも。これもわかんないです、あんまり。はぁ、お前。いや、覚えてないっすよ。何これ、何これ、何これ、誰が座るんだ、死にかけてる90ぐらいのジジイやん。全部、全部、やりきった自信を。似合いますね。いいっすよね。似合います、似合います。何がやの、え、いいじゃないですか。いい感じですね。これ、フェラーリと一緒なの。フェラーリの顔と一緒っすよ。意味わからん、もう、わけわからんで、お前さ、もう家の壁も分かってんの、もういつおんねん、ほんで、あれ。おい、俺はここでいつ寝れんねん。おい、寝ない。おー、そうやねんけど、まあ、その間で俺もこっち住むときあるがいな。まあ、泊まることはあります。これなんなんこれ、大体、これなんなん。ラバさん、本読むじゃないですか。おうマガジンラック的な、ジュランと本なく、ここに、オッケーここに、オッケーよ、お前これなんやねん、これなんやねん、これ、お前何言ってんだよ、こんなもん、お前なんやねん、大体、なんやその付け、筋肉は。あ、これですか、ラバさん、あれ、ハズマ使う用の。もうえって、お前、マジ、うわ、きっつ。あー、マジだ、お前いや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 めっちゃ重いやんこれ、めっちゃ重いっすよ、重せたわ。ちょもうやめてや、もう金使うやめてや、金なくなるってお前そんな金使った、アホやん。おいな、月な5000万でいいな、5000万使ってたアホやぞ。まあそれそうですね、えそれはそうですよ、それやってんね君ものすごく使わやけないやろこれ。そうっすよ、めっちゃよくないっすか。いやえげつないってお前これ、これいいっすよ。なんなんこれ、これって思いました。これなんていうメーカーな、これなんていうメーカーなんすかね。キモいってせめてわかれよめっちゃ分かるよ。何て言う笑顔。工事すごいねんけど。まあ、すごいねんけど。よかったですね、でも住まなくて。住んでたら厳しいですね、やっぱ。もう一個家借りてよかったですね。じゃあ、お前さ、出費すごいねんけど、月の。月の出費すごいねんけど。まあまあ、まあ、確かに確かに。マジで。なんだもん、ええって。しんど。これもう、もうやめときや。そうっすね。じゃあ、ほんまやめときや。もう、もうえってしんどいから、もう。って、マジでモザイクになりますよ、モザイクになりますよ、モザイクでええねん、もうええ、やめてやめてよ、マジで俺 YouTuber ちゃうねん、びっくりした、ほんまにモザイク俺、キャスティングするとき企業からファイルでお願いします
YouTuber ラファエルなんで企業家ラファエルなんで YouTuber ないんだよ、お前。いや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 、ほんま、あ、そっか、整形したやん。いやお前それやったらで言ってんやろ、お前。1日やったらこれかよ、お前。1日あげたらこれか。めっちゃスッキリした。スッキリしてるっすね。まあ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 、15歳若返ったな。ほんまにそうかな。さすがにノアちゃんにもかっこいいとやったな。あー、へぇー。ほんまシュッとしたな。ほんまにシュッとしましたね。びっくりした。まあね、バッカルパッドね。いいっすね。シーンに一点、家具も新しになって、顔も新しになって。いいっすね。お前、ちょっとアンパンマンみたいに言うな。相手がジャムおじさんやからって、人アンパンマンみたいに言うなよ、お前。何やねんだろ、お前取り返しやがって。いや、まあまあ。ほんまに。いいっすね。いやーもうきついわ。いやーもうきついわ。もうやめてくれ。おいおいおい、いつだって直んねんこれ。電源コード。何やねんこれ。むき出しやんけ。どうすんねんお前これ。ターミネーターかお前これ。全然これほんまに住んでへんからね、俺ここ。言うときはしょっちゅう。住んでんねんこれ、エグいってお前。撮影日で150万ってお前、もう普通の撮影スタジオ借りたいやん。泊まるでしょ、でも。プライベートはありますけど、泊まることは泊まるじゃないですか。泊まることは今泊まられへんのかと思う。今は無理っすよ。今は無理っすよ。今無理っすよ。今無理っすよ。あーちょっと気分荒れてきた。気持ち悪いんですか、なんか。気持ち悪いんですか、ほんまに。なんか気持ち悪いんですか。ベッドも来ますから。ベッドも一番高いんですよ、やりました。気持ち悪いって。ベッドそんなでしたよ、ベッドは俺、ほんまにウォーターベッドがいいから、それはほんまに返却させて。ちょ、マジで。ちょ、ほんまに返却させて。もうこれはええわ、ええわ、どっちいるから。ベッドほんま返却させて。ベッド、それします。ちょ、マジいらんって。ウォーターベッドいいベッドってないから。世の中存在せへんから。これガチガチガチ水よりあのあれ以上の柔らかさ出すこともう無理やから、スプリングなんかじゃあベッドまだ取れてんの。いやベッドまだっすよ、まあ、工事してるんでまだその関係で。ちょベッドはほんまキャンセルさせてほんまに、まあ、ベッドだけほんま大塚家具さんほんまごめんやけど、大塚家具さん言っておきます。誰やねんこいつ。いやもう一番仕事できるんですよほんまに。何やねんそいつから。これ壁やったんこれ。大木さんほんますごい。誰やねんこいつ。いや仕事できるなぁ。腹立つわ。何やぞ仕事できるって。仕事できない。あームカつくムカつく。一日あげたらこれやで。こんなことあるメンバーだって。一日あげて帰ってたら。いやないっす。全部1000万かかってる。ある。ないっす。購入終わってますもん。ある。ないです。1000万かかる入品。1000万なら普通のサラリーマン一家3人家族お前3年暮らせるぞ1000万なら。それは1日で取りにくよかったの。確かに確かにちゃうって。それは最高だ。何も思わない。確かにちゃうって。全然思わないから。全然もう女は住めへん。いやほんまマジこれ大工か住まそうや。もったいないから。もう女住まそうや。もったいないし。向こう住めじゃないですか。向こう側に。向こう側お前月曜日から水曜日まで女住んでるからお前。木金土のやつお前ここ住まそうや。もういいっす。おいおいそんなやめやめ言ってくんな俺に。これいいっすね。それこれなんなこれ。あ、開くよ開けますよ。うわすげえ。収納っす収納。へぇ、すごないって。すごい。こんな1000万払いと収納ぐらいついとけ。逆にこれでただのオブジェだったら逆にムカつく。確かに逆にこれオブジェでこうやってムカつくけど。こんな方やろ。ええ感じやな。これなんだ、何言うのこれ。やっぱいいもんなんでいいっすね、やっぱり。さすが大塚家具さんっていうか、もうほんまええもんやなって思いますよ。確かに物はええな、はい、確かに。これのめちゃくちゃおしゃれこれ。おしゃれっすよ。見て、あはあ、それ知らんかった。あ、戻んねや、これ定位置に。知らなかったっす。うわー、これは確かにおしゃれやな。はい、これめっちゃおしゃれやな、はい、買ってみるもんやな。ここのラインめっちゃいい。ここのラインが、はい、お前らみたいなの分からん思うけど。あれでも俺はこういうラインとかこのカーブとかこういうの見ていいなと思えるから、こことかな。これでも通りすがりに見つけました。通りすがり、ほんまたまたまっす。これは意識かもしれない。これたまたま通りすがりで。セミちゃん言うなお前。通りすがりでたまたま見つけたらいい女なんです。言っちゃうお前。いやーこれは確かに、まあ、けどこれはどいるかこれ。まあ、誰も住めへんやぞこれ。何を取っとんねんお前。取り方に覚えありか。何を取っとんねんお前さっきから。うわーこんな住ましたよここ。確かにこれでもったいないっすね。もったいない、俺女しましたよ。もったいないってお前やつ。それはそれをやってもお前やつ。それを今注意してんねん。でもさ、スカラバーで撮影できないじゃないですか。もうちょっとほんまもうこれじゃやめとこうや。ちょっともう金使いやめへん動画で。金使いって再生撮るにせこいって。下ネタ、過激、エロ、金、誰でも数字取れるって。めしゃくりでいかんと、めしゃくりで誰でも数字取れる。めしゃくりできないからこれでやってるじゃないですか。石田純一に不倫は文化と言わせるまで耐えれません。これやっていきたいと思います。世界中の男に勇気を与えて世界中の女性にはって言わした思わせたあの言葉です。世の中を
髪を取らせていく、もっと違う方向性からものを考えられるみたいな努力必要じゃないですか。だから常識とかにとらわれるのなくて、大きく大胆な考え方を変えて、そういうのが絶対必要なんですよ。結婚っていうのも大きな人の道で一生懸命気づいてくれる。それは全然 OK なの。不倫といえども、まあ、言ってみれば、はい、そこは不倫は。